慶応プラザホテルは東京都新宿区西新宿にある二棟建ての超高層ホテル。東京ディズニーリゾートグッドネイパーホテルの一つ。また、運営会社である株式会社慶応プラザホテルが展開するホテルチェーンの名称でもある。1968年11月、慶応帝都電鉄は新宿副都心建設計画に基づき、 西新宿の淀橋上水上跡地に造成された新都心6号地に超高層ホテルを建設することを発表。翌年4月10日、運営会社となる k 王プラザホテルを設立した後、ホテル建設に着手し、2年7ヶ月の後期を経て、1971年6月5日に開業した。k 王プラザホテルは新宿の超高層ビル群の先駆け的存在であると、 共に、当時としては、世界一の超高層ホテルとして建設された。また、現在超高層ビル街となっている日新宿で一番最初に建設された超高層ビルである。京王帝都電鉄がホテル建設を計画した時、新宿は国際ホテルに適さないと危惧されたが、開業5年目には黒字を計上。1980年11月1日には南館を、 開業している。高さは、本館が178メートル、南館が138メートル。客室総数1438の、巨館ホテルである。帝国、大倉ニューオータニの九五三やや、ハイアット・フォー・シーズンズ、ウェスティンの新号3加とは一線を隠した営業を、行う。2008年11月21日、ミシュランガイド、 東京日本語版2009の快適なホテル格付け順で黒い家マーク3つを獲得した。1971年の開業後、1974年に新宿住友ビルに抜かれるまでは日本で最も高い超高層ビルであった。その後もホテル団体の建物としての高さは長らく日本一の座を誇っていたが、1993年の マクハリプリンスホテルの完成により日本一の座を譲った。最上階の47階は有料の展望台として一般に公開されていたが、現在はカラオケ47となっている。なお、メインエントランスは3階で、新宿駅西口地下広場への通路につながるエントランスは2階になる。その高さを利用して在日米軍が横田飛行場、 赤坂プレスセンター、安立会館の3カ所をネットワーク化する際の無線中継所設置を計画したことがあり、民間施設の軍事転用を狙うものとして問題になった。グループホテルを多摩地区に2カ所のほか、子会社の運営によって札幌にも展開する。なお、親会社の京王電鉄は2002年から低価格ビジネスホテルチェーンとして京王プレスソイン、 2018年からは、宿泊特化型アッパーミドルホテルとして、K.O. プレリアホテルを展開しているが、K.O. プラザホテルチェーンとは別に運営されている。かつて運営していたホテルハット ABC 株式会社、K.O. プラザホテル第23期決算広告、K.O. 電鉄50年史 P85、K.O. 電鉄50年史 P86 質問主意書質問主意書、札幌駅前に、 ホテル開業 KO、新ブランドの2号店を19年夏に、日本経済新聞、https, r 日経 .com、アーティクル、ジャックスラソ1610万 1910Y7A、500C1 リットル4万10002019年2月3日、閲覧、4番目の KO プラザホテル東京、たまにオープン、交通新聞、P1、ありがとうございます。